はい、はい、弱おじさんですよ。弱おじさん、弱おじさんっていうのかなよくわかんないけどね、自分で作ってみましたね。作ったのかなだから弱男っていうね、世間の今流行りの言葉を自分なりに解釈して、あ弱おじさんっていう、ジャムおじさんジャムおじさんジャム、弱、ジャムおじさんっぽくね、弱おじさん。はい、ニューエックスですね、もうね。はい、なので、で昨日ね、20代女性3人 YouTuber 募集って書いたけど、でもこれって、 三人じゃ、多分ね、すぐ辞めていっちゃう可能性が高い、高すぎちゃって、あと忙しいとかあるから、もう三十人ぐらいとりあえず募集しなきゃいけないなと思って。じゃあ三十人募集します、とりあえずね。誰も見てないような動画なのに三十人も募集。ちょっと馬鹿出てるって思われるかもしれんけど、でも、三十人ぐらいないとね、そんなにみんな、ね、じゃあリモートやりますってなって、合わないからさ、そん普通時間が。とりあえず三十人ぐらい。 ねこのジャコおじさんの価値観とは違うね。20代女性のね、YouTuber はね、全然もう対極にいるということでね。やっぱりその意見の対極のね、人を置かないといけない。討論するにあたって、ジャコおじさんたちの意見の対岸にいる人なじゃないといけない。ってことはもう20代女性 YouTuber、むしろセレブぐらいのね、セレブじゃなくて全然いいんだけど、全くね、あの、 苦労してる方でもいいんだけど、あのー、やっぱりいわゆる勝ち組みたいなね、あの、あのー、あの、カーストで言ったら、最上位クラスのね、僕らはもう、僕はもう完全にカースト最下位だから、うん、明らかに、うん、明らかなので、だから上位の人と戦わない、戦、討論しないと話になってないなっていうね、同じ価値観で進んでいっちゃうと、 あんまり良くないなっていうことでね、意見の違いっていうことをね、あえて、意見の違う人をあえて入れることによって、討論が成り立つんじゃないかなっていうことでね、そういう意味でね、あのー、30人ぐらい募集をしますってことでね、うん、まあ、来るかどうか全くわからないけどね、まあ、ちょっと、うん、やってみようかなって、これはやらないと世の中が良くなっていかないかなと思ってね、ある意味世の中のためにもね、なるんじゃないかと、こういう、 意見のね、ぶつかり合いがね、本当になっていくはずなんでね、そう、同じ意見を同調させちゃったらね、それでもいいんだけど、それでもいいんだけど、そのなんか発見がないというかね、そういうことになっちゃうんでねあ、あんまり発見がないことばっかり言っても、ね、進んでいかないで、そういうちょっと違う意見を持った人たちをね、入れなきゃいけないってことでね、ってことは、じゃあ、真反対の意見の人たちを入れるということでね、20代女性30人ぐらいの、ね、YouTuber を募集してます。 じゃあ、そういうことで、はい。